FLASHE 新曲、ベイビーローション発売記念ショーケース開催。私たちもシスター先輩のように。写真イコール FLASHE エンターテインメント FLASHE が夏の歌謡大戦に堂々と挑戦状を叩きつけた。FLASHE は本日、3日、ソウル江南、カンナム、クアックジョンドン、ハックジョンドン、ケイホ、にて開かれた新曲、ベイビーローションの発売記念ショーケースを開催した。FLASHE はデビューして5年目にして初めてのショーケースを開催することについて、難しい状況で準備しただけに、成長した姿を披露したい、と覚悟を決めた。2012年にデビューした FLASHE は当時5人組でだったが、現在は4人組に変化を遂げた。また、FLASHE はそれぞれ違った魅力を見せた。リーダーのナレは、私はラブリーサを担当する、と話し、セリョンは、グループでは、清純なセクシーを務めている、と強調した。ケリンは、クールで突拍子もない末っ子、と紹介し、ミンソは、可愛さとセクシーさを担当する、と付け加えた。タイトル曲の、ベイビーローションは、ロックンロールベースのポップダンス曲で、女性が彼氏のベイビーローションの香りに魅了され、彼氏の香りと一緒に眠りたいという気持ちを込めた。この日公開された現場で FLASHE のメンバーは、ラブリーながらも堂々とした魅力をステージの上で存分に見せた。また、少女注意報がショーケースに駆けつけて、応援に乗り出した。少女注意報は、先輩たちのショーケースにゲストで出演できて光栄だ、と述べた。リーダーのナレは、私たちは4人組だ。先輩グループのシスターの空席を埋めたい、と語り、初々しくもしっかりした姿で魅力を見せつけた。